wrong. ウェイテモンプ選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合がない中で開催してくださって、でそのやっぱ試合内でも一打一打大切に、その一試合一試合大切にその優勝を狙ってたんで、優勝できて本当に、はい、やっぱ優勝は狙ってた、はい、そうなんですね。そうですね、試合も全然なくなってますし、中国ツアーも今年は参戦する予定だったんですけど、はい、それもずっと延期延期で試合がない状態です。ですよね。月に2週間、1週間、2週間ぐらいは向こうに行ってる予定ですね。はい、そうですね、去年に比べて、まあ、クラブセッティングが変わったのが大きいかなと思います。技術面も去年よりは少し上がったかなと思うんですけど、ウッド類をレイブさんのシャフトに変えさせてもらってから、ロングホールでの2オンがすごい増えたっていうのと、あとそうですね、やっぱ距離が10ヤード15ヤード伸びた分、やっぱバーディー数が増えましたね。なるほど。今まではちょっとその吹き上がったりとか、ウッドで風に弱かったりしたんですけど、今回の大阪レディースオープンも結構雨風が強い中だったので、そういう時でも球が強く出てくれるので、はい、安心して。じゃあそういうちょっと風が強かったりとか雨とかでも飛距離も落ちないし、直進性も強いし、はい、でそれなのに止まるんで、はい、止まってくれる、はい、自信持ってます。そうなんですね。そうですね、北六甲さんはやっぱり、結構面白いコースで、なかなか2オン、簡単には2オンできないんですけど、まあ今まで何度も回らせていただいてるんで、その回ってたところ の、 その落ちたところよりもだいぶ10ヤード、20ヤードサードの距離が短くなったなとか、そういう変化もありました。じゃあ、はい、乗れなくてもそのチャレンジしてみたくなるような 2オン、そうですね、フォローだったらもうちょっとでいくかなっていう、そういうパーファイブが結構あってとか、はいね、じゃあ攻め方なんかもちょっと変わってきてるわけですね。そうですね。あとはその前までだったら、ミドルでも刻むホールでもスプーンだったらちょっと、ドライバーよりだいぶ距離が落ちてたんですけど、なんでかドライバーでちょっと軽めに振ってみたりして刻んだりすることが多かったんですけど、今はスプーンでもしっかり距離が出てくれるんで、刻むホールでもしっかり、刻むところはスプーンで刻むっていうようなマネジメントの仕方が、はい、マネジメント変わっちゃってるんですね、はい、なるほどなるほど。フェアウェイとは何番に入れてらっしゃるんですか？357に。357、ちなみにスプーンで飛距離っていうのはどんなものですか？210ぐらいですか。210、はい、じゃあだいぶ楽になりますね。そうですね。で前よりもその球が強くなったので、風にも強く、はい、直進性がある感じです。あ、すごい大きいですね、はい。精度もやっぱり良くなってるんですか？そうですね、精度もやっぱり直進性がある分、曲がらずまっすぐ飛ぶような感じです。じゃあすごくありがたいシャフトになってますよね。そうですね、はい、ありがたいですね。 Z2 は、はい、結構柔らかいんですけど、すごい柔らかいですよね、はい、でも私柔らかいシャフトがドライバーでも好きで、そうなんですか、はい、そのシナリオを使って飛ばすっていうのが好きなんですけど、はいはいはい、250いきました。でもその柔らかさの中にもしっかりした感じがあるんで、その柔らかいから曲がるっていう感じはあんまりないんで
あ、そうなんですか。はい、上手選手ってやっぱりこうテレビもね結構たくさん出られてるし、おしゃれゴルファーって感じがすごくしてるんですけど、レイブさんのこのコスメっていうか、そのデザインの方はどうですか？もう私ピンクが大好きなんで、はい、あのピンクのシャフトはすごい可愛いですし、他にないデザインじゃないですか、はいはい、すごい気に入ってます。あ、そうなんですね、はい、レイブさんのシャフトは、アマチュアゴルファーの方にも、そういうプロのゴルファーの方にも、どのレベルのゴルファーにも多分合うと思います。あ、そうなんですね。はい、わかりました。じゃあそのところでありがとうございます。ありがとうございます。はい。